佐藤有宏は、日本の老教育者、社会教育者。北海道函館老学校の前身である、函館アインの第三代委員長。特殊教育の功労者、函館市教育会の元老として、函館市民の尊敬を一心に集め、全道盲老和教育の父、北海道のペスタロッチとも呼ばれた。在韓の名語で、本名は佐藤正次郎。 徳島県明財軍校川原村出身。徳島の静岡に長男として誕生。名家の生まれのために経済的に恵まれた幼年期を過ごし、明財軍で唯一の高等小学校である、明財高等小学校で観析などの学問を楽しんだ。しかし11歳の時、一家の大黒柱であった祖父が死去。父も15歳の時に失踪し、家計が 一気に苦しくなった。佐藤は祖父の生涯学ぶ心を忘れるなどの遺言を守って、勉学を望んだものの、家計を考慮して上級学校への進学を断念。完備で学べる徳島県人城市範学校へ入学し、教員への道を目指した。しかし当時の市範学校は、佐藤の予想と相反して幕末の死を気取った武士上がりの生徒が多かった。 また教育も国に貢献する教師を作ることが方針であり、人と人との心の触れ合いを大切にし、そこから子どもたちは多くを学ぶという祖父の教えを大切にしていた佐藤は不満を募らせていた。後に、佐藤はこの学校を人間の向上心を圧力して無理に小さな異形に遺伝とした教師陣を少しも親切心もなければ先輩らしきところもなく、 地獄の赤鬼や鬼のような人ばかりと厳しく批判している。市販学校に不満を抱いた佐藤ではあったが、同行の友人たちによる佐藤の評判は良かった。非常に表近で巧みな風刺で人を笑わせることを得意とし、友情にも熱く人を抽象するような陰険さは決してなかったという。1897年に市販学校を卒業し、訓導として、 小学校の教壇に立った。しかし、在職1年半で、徳島を立ち、1899年にわずか3年を、元手に上京した。これについて、佐藤は後に、世は、かつて小学校教師となったが、町村長の干渉や軍子学の指図に不平を起こして、辞めたと語っているが、当時は、実家が家屋と、多畑一切を手放して借家住まいになるほど家計が、 切迫していたことから、乏しい給料で一家を養うことになった佐藤が、このままでは先行きのめどが立たないと考え、教育者としてより力をつけるべく状況を決意したと見る向きもある。状況した佐藤は、同百8 9 9年、東洋大学の前身である哲学館に入学した。日中の学業に加え、自身の生活費と学費、家族への仕送りのため、 夜間は、玄関版の仕事や、出版書誌、育成会での雑誌編集のアルバイトなどをこなし、睡眠時間を2、3時間に切り詰める日々を送った。極貧生活の苦学にも屈せず、東洋哲学、西洋哲学、宗教など勉学に励んだ。また雑誌編集の仕事では、倫理学書解説、心理学書解説、教育学書解説各12編の編集。 日本倫理編10巻の編集に手伝いとして参加した。1902年に哲学館を卒業後、雑誌編集の経験を活かし、教育雑誌、実験教授指針を発行した。東京帝国大学文科大学の当時の学長である井上哲次郎ら150名が参上員として名を連ね、その内容は、教授要項、教授上の注意、現場の体験談、 児童心理学、小児医学など多岐にわたった。特に教育とは社会的事業であるべきにもかかわらず、今日の教育は個性や自由な発想を認めず、子供たちを機械のように教育するものであり、改正すべきという佐藤の理論は多くの支持を集めた。また、老教育にまだ関わっていない当時、この雑誌の中で、すでに障害者や老アジについての記事を頻繁に掲載していた。 実験教授診は、第1号から3班4班の増刷という盛況で、最盛期には2万部の発行部数を誇った。荒井陽水との出会い佐藤は、哲学館で、東洋、西洋哲学を学ぶうちに、当時の哲学青年と同様の悩み苦しみに陥っていた。その苦難から脱しようと、当時の教育雑誌の主筆で編集仲間でもあった渡辺英一とともに、学者や、 宗教家を訪ね歩いた末、1903年に、キリスト教徒で教育者でもある、新井大水と出会った。キリスト教の博愛の教えを教育に生かす彼の、志に感銘を受けた佐藤は、新井の門下に入り、彼を、修世の使と仰いで教育者としての心構えを、学んだ。新井を通じ、佐藤自身も、キリスト教徒となった。新井の門下において、 佐藤は渡辺と共にに明らと称され、新井の原稿など重要な仕事も任されたことで、仲間からは初期館長とも呼ばれた。以来、佐藤は新井が死去する年まで、家族ぐるみで教えを受け続け、強い人格的感化を受けた。佐藤がいかに新井に浸水していたかは、新井の死去後、葬儀後、改装者たちの帰宅後も、佐藤は一人で墓に残り、 ついには子供のように泣き出した。その後も、洗井からもらった衣服を自宅とこの間に置き、甲を焚いて合唱を捧げることを常としていた。77歳の時、老いた上に病床のみでありながら上京し、洗井の墓を母産したとのエピソードにも現れている。女学校の開校上の女学校時代。左端が佐藤。中央の女児は佐藤の次女。 実験教授指針で活躍する佐藤に、ある資産家が目をかけ、佐藤の理想とする学校の設立資金の提供を持ちかけた。まだ女子教育への関心の薄かった1904年、佐藤は友人らと共に、上野に小規模ながら5年生女学校、私立上野女学校を設立。翌1905年に開校し、下町の約50名の市女を相手に教育に当たった。 上野女学校では佐藤は当時の県裁両母主義に反対し女性の自由と自立を尊重した。生徒と共に校内新聞を発行、さらに観察家という科目を設け、地域の文化財、動物園、図書館、美術館見学などの課外授業で完成を高めるというユニークな取り組みもあった。この頃、私生活では妻を迎え、子供にも恵まれ、講師ともに 充実の日々を送っていた。しかし、この学校の増築にあたり、融資をしていた銀行が、女子は夫に仕えるための花嫁修行だけすればよく、自由で、革新的な興奮は、不要と教育内容に干渉してきた。一人一人の個性を大切にしたいとする佐藤は、断固として反対したものの、銀行側の意向は変わらなかった。これが原因となり、 創立から10年後の1915年、佐藤は志を同じくする多くの教師たちと共に惜しまれつつ学校を去った。なお人気を誇った教育雑誌実験教授指針も後には部数が700から800部に減少し1910年に廃刊した。この雑誌衰退の理由は佐藤が次第に学校経営に集中するようになり、 雑誌への力を欠いたと言われるが、社会主義支持者の社説や、平民新聞を支持する論文を掲載するなど、反権力の姿勢も垣間見えていたことから、当局の弾圧を受けたとの説もある。教師として、理想を掲げても、古来からの日本の慣習に阻まれると考えた佐藤は、新天地を求め、恩師の荒井のゆかりの地である北海道の函館へ、渡ることを決意した。 それにあたって、佐藤は、新井の元を訪ね、女子教育に身を捧げた、佐藤正次郎は退職と共に消えたとし、新たな名前を求めた。そんな佐藤に、新井は、どのような職務でも決して怠ることなく、こう急がず、広安をもって望み、静かに事のなるのを待つ、勘にあれとの意味で、在官の語を与え、以来佐藤は、修正、佐藤有広を名乗った。 1916年、佐藤は妻子と共に北海道へ渡った。函館で、佐藤は生活のため、函館商船学校の教員となるが、校内で流行していた、鉄拳制裁に反抗したことで衝突を起こし、退職。続いて、函館商業学校の食託教員として1935年まで、教壇に立ち、国語や漢文を教えた。また公務のみならず、 生徒を自宅に呼ぶなどして、親身に関わっていた。一方では、紀元説に催された、函館の教員たちによる講演会で、佐藤の講演が好評を得たことが契機となり、佐藤は1917年に、函館毎日新聞に入社し、記者として、彦左衛門、または彦座のペンネームを名乗って、教育事業を執筆した。東京での、 実験教授指針で手腕を振るった佐藤の教育論文は函館でも高い評価を得、函館の教育界における一服の清涼剤とも言える存在であった。当時、新聞の教育辞表は社会教育における唯一の特本であったため、佐藤の記事は教育の現状を知る上で大きな指標となり、佐藤の名は徐々に広まっていった。教育以外にも、 1920年代の雷病撲滅運動に際しては、同志と函館新聞の上司で帝国の面目に関わる大問題と訴え、函館市民に寄付を呼びかけた。老教育の道へ、立ちまち三崎八島共同墓地、大義飯親の石碑函館市元町、函館もワイン跡地。昭和中期に函館盲学校、老学校として別々の場所に移転したため、 跡地を示す看板のみがあり、モアインの建物は現存しない。そんな折、佐藤は、後の函館市長である函館教育会長、斉藤与一郎から、函館モアインの再建を依頼された。特殊教育がまだ義務化されていない当時、同院の運営は、地元有志たちの寄付で賄われていたために経営難に陥り、大正時代後期には、廃校寸前に陥っていたのである。 加えて、火災の多い函館の地で、校舎は二度の函館大火と暴風、及び老朽化にさらされ、生徒たちも後に、佐藤が30人ばかりの猛味が、しょんぼりと寂しく集まっていると語っているような状況であった。初代委員長の篠崎誠二は36歳で死去、その後を継いだ伊藤松太郎も病気療養を強いられていた。そうした球場の中、 斉藤が院の再建を函館図書館長の岡田健三に相談し、岡田が適任者として函館毎日新聞で教育論を論じていた佐藤を優れた教育者として推薦したのだった。生徒たちからは一切授業料を取らない方針のため無給という悪条件であったが、1922年、佐藤はこの院長に就任した。折氏も1922年は、 佐藤は、妻と、娘二人と死別し、17歳から1歳まで、計7人の子供を抱えた身となり、院長就任後には、恩師の荒井欧水も死去し、人生最大の試練と言っていい時期であった。逆境の身にもかかわらず、この話を解読したのは、教育に、金銭的価値があってはいけない、無報酬の教育こそ、自分の望んだ幸福だとの考えであった。 その意気込みを新たにするべく、たちまち岬の谷地東京道墓地に、己を捨てて社会に尽くすことは、人の行うべき道であり、知りし死欲の感情を持ってはいけないとの意味で、大義滅し親と刻んだ石碑を混流した。翌1923年には一家を離散し、年少の子供5人を、親戚や知人に預け、年長の子供2人と共に、モアインの寄宿舎に移り住んで仕事に当たった。 函館も愛の委員長に就任した佐藤は、老朽化の激しい地区30年の校舎の改築に取り掛かった。函館新聞の紙上でその現状を訴えて、寄付金を募り、講演会員の数を4倍にまで拡大した。さらに北海道内の小中学校へ80万の事前袋を送り、生徒たちと共に市内の家々を個別訪問したりと、募金活動に取り組んだ。 愛国婦人会のバザーや事前音楽会などの活動も行われた。郵便家でもあった佐藤の訴えは救済教育の必要性について多くの市民に感銘を与えた。この活動の最中、前述の通り動員委員長としては無給であり、生活費は商業学校の食託教員としての給料で賄われていた。1925年には中水園の美翼もあった。 この厳しい状況の中、佐藤の子供たち7人のうち5人がもう愛の教員となり、父を講師ともに支えた。やがて寄付金は平成期で言うところの7000万円にまで達し、同1925年、ついに新校舎が完成した。その後も佐藤の手腕により安定した経営を保つことができた。3年後の1928年には、 日本ローは教育総会がモーアインで開催された。この会が市立モーアインで開催されるのは初めてのことであり、市や地元の協力を仰ぎながらモーアインの再建を成し遂げた佐藤の手腕は社会事業家として日本全国的に見ても高く評価され、函館モーアインは東京以北での有数のモーアインとなった。 1924年には日本童話協会の評議員に任命され、1935年まで務め上げた。財政緊縮の影響によりもは教育補助費が大幅な減額を強いられた際には他の委員たちと協力し補助費の回復という結果をもたらした。また、日本童話協会の北海道支部の結成にも力を尽くした。また、勉強以外の教育理念として、 校内には、用務員を置かず、教師たちが率先して、清掃活動にあたることで、子どもたちも一緒に、校内外の清掃活動に参加するようになった。老人ホームの訪問で、奉仕の心を養ったり、地元の商店や工場に協力を求めることで、子どもたちに、和裁、洋裁、洗濯、靴製造などを教授するといった活動も展開した。校和法との対立この当時、 日本の老教育は大きな転機を迎えていた。それまでの手話法に代わる新たな教育法として、講話法が普及し始め、手話を一切認めないという運動にまで発展していた。1936年発行の雑誌、老和教育には、死刑性なる人物の著で、手話は老和者同士の会話手段であり、健常者と会話することができない。かといって、 健常者が手話を学習し、多数者が少数者の犠牲になる必要はない。手話は講話最大の敵である多数の教育のために少数の犠牲はやむを得ないと論じられ、全国の老和学校が手話学級を廃止し、手話を使う子供は全体の1割以下にまで減っていた。しかし、それまで手話を使っていた子供たちにとって講話は大変な苦痛であり、 補聴器もない当時、老和者にとって正しい発音の困難さは想像を絶するものがあった。これに対して、佐藤は老和教育の欲欲語で理想と実際と題した9000字以上の長文に及ぶ教育論文を発表し、講和法に真っ向から対立した。論文内で、佐藤は講和教育で効果を上げる生徒は全体の2、3割に過ぎず、 呂ア者にとって手話は必要不可欠なものである。講話を中心とした呂ア教育では、国語化が中心であり、単純会話に、ほとんどの労力が費やされるため、道徳、地理、歴史、理科、算術などを学ぶ暇がなくなるが、手話を用いれば簡単に良い教育が可能となるという、持論を展開した。そして、以下のように結び、少数者を多数者の犠牲にすることへの疑問と、 愛情を込めた教育で犯理を持つ児童へ勇気と自信を与えるべきとの主張を訴えた。少数者をして多数者の犠牲者たらしむることも、また人道の趣旨にかなわぬと思う。これ、合理的言説であり、覇者の道であり、どうもすれば、強者の応暴とならざるを得ないのである。教育は、愛の精神を根気に置くべきであり、思考して、愛の精神はいかなる微細のものに対しても、 犠牲をしうるものではない。しかるに一人老和者に対しては、正常者の立場に立ち、己と同様になれとしうる、講和主義教育は、その根元義におて、大々疑問を挟まざるを得ないのである。佐藤1936、ピアニッシも15から16より引用この実践として、箱立もアインでは、手話と講和を、それぞれ生徒の特性に合わせる教育が実施された。その結果、 他の学校では3年生になってから1年生の学習内容が理解されるところを、モアインでは普通校と同じ学年対応で授業を行うことができた。また、勉強以外にも、モアインの学芸会では、能力に合わせたプログラムを組んで手話と講話を使い分けることで、子どもたちは人前で生き生きと音楽や劇を披露することができた。講話能力で生徒の能力を評価しない。 モーアインの教育は地域の人々にも好意的に受け止められて感銘を与え、函館新聞でも生徒たちが学芸会で活采を浴びたことが報じられた。生徒一人一人が豊かな人生を歩むことのできる教育こそ佐藤の目的であり、佐藤は老学校のことを単なる勉強の場ではなく家庭であり、町、親兄弟とも会話のできない子どもたちにとって人の輪ができ。 会話が弾む、人生を表現する愛情の詰まった家と表現した。この主張には保護者、地域住民、教育会までもが感化を受け、モアインの教育に地域が一丸となって協力するまでになった。同様に、講和法に強く反対した教育者に、大阪市立牢和学校,校校長の高橋清がおり、佐藤は高橋と深い交流を持った。 前述の日本牢和教育総会開催以来、函館モアインの遠隔には、大阪市立牢和学校との交流を示す記事が登場しており、また、大阪市立牢和学校の学校誌にも、函館大会にあったモアインに見舞い金を送ったことなどが記されている。また、高橋の長女は、父がいつも手話について佐藤と話し合っていたと語っており、佐藤と 高橋は強い絆で結びついていたと見られている。前述の佐藤の論文も大阪市立牢和学校では開放に転載され、広く読まれることになった。ただし、佐藤自身が牢和字を教えたことや、手話用語派にもかかわらず、佐藤自身が手話を直接用いて、牢和字の教育に当たったことは確認されていない。佐藤の次女も、父が手話をあまり使わなかったと証言している。 函館モーアインは無給のために生活費を得るための函館商業学校での仕事が週4日を占めており、他にも講演や新聞社での仕事の依頼もあったため、これがモーアインでの直接的指導を困難にさせた一因とみられている。戦後の1947年により敗戦による経済界の混乱、物資不足、物価高騰に伴い佐藤は次第に健康を害した。 同年、函館盲学院も、経営難から私立に移管されて、函館私立盲学校となり、翌1948年には同率に移管、さらに盲学校と老学校に分かれ、北海道立函館盲学校、北海道立函館老学校として発足した。佐藤は病気のみながら、両校の校長として発令された。その後も、がんとして、手話法を擁護し続け、 巡航は法を認めることはなかった。地域の精神文化向上労教育の一方で、佐藤は社会教育者として、いくつもの研修団体を主催し、地域の青少年教育にも力を入れた。1925年末頃より、佐藤の元に出入りしていた青年男女が集まり、モアインを会場として、毎週土曜に古典や聖書などを学習する土曜会が開催された。 1927年には、毎月第二木曜に、青年教師が集う木曜会。1928年には、毎年夏に一週間行われる、夏季論語会が発足し、1932年には、これらの参加者たちの要望に応えて、小友会が発足した。また、希望者学と連盟や、その更新、緑政界の学生たちも、佐藤をしたい。 佐藤は彼らの相談や指導にも当たった。佐藤の元に集った者たちの中で思想的な影響を受けた者は数百名に上った。佐藤の元で働くことを望み、モアインの教員となった者も多い。ただし、佐藤に憧れてモアインに就職した者の、ロアジとの意思疎通の困難さやモアインの窮乏から短期間でモアインを退職した者も少なくなかった。 やがて日中戦争が勃発し、戦争が激化すると、佐藤は青年たちを集めて、人生講座を開き、戦争では何も解決しません。戦争のない社会にしなければなりませんと時、き、皆からは、自負のように慕われた。公園においても北海道うちの人々に親しまれ、晩年の病床にあっても、死の直前まで、行進の指導を続けていた。たちまち三崎屋と共同墓地。 佐藤有宏の母子1949年4月、訓網院初代委員長、篠崎誠二の息子である、篠崎平和が、函館老学校の校長につき、もう、老の両校の校長であった佐藤は、盲学校の専任となった。翌1950年、盲学校校長を退職し、その後も、教諭として、後進の指導に当たった。同年に住み慣れた校内の寄宿舎をで、 函館市湯の川町に移り住んだ。1951年から翌1952年にかけては北海道新聞でコラムを連載した。実質より形式を重んじる、当時の宗教を、教育界を皮肉たっぷりに批判した文章や、古今東西の知識を織り混ぜた教育、人生論など、鋭い感覚とユーモアに満ちた多彩な内容であり、函館の郷土視野である。 神山茂との教育論争、実名入りの函館人物票、都度北家村の旅行記など、地元に関する興味深い記述も多かった。同1951年に函館市文化賞を受賞。1953年に北海道文化賞。1955年に北海道新聞文化賞を受賞した。1956年、ただお心のままの一言だけを残し、 短石症により死去。没年齢80歳。その遺骨は前日したたちまちさきの大義死親を滅ぼすの石碑のもとに埋葬された。晩年に、信仰のあった歌人の宮崎育は、小説の、坊ちゃんのモデル漱石にあらず化け出し若き財官100人の弟子に投げかれ千人の共に惜しまれ、天に召されし、など四十種の短歌を読み、佐藤の死を惜しんだ。 1960年、門弟や関係者らの寄付により母妃が混流され、母妃名は斉藤与一郎が手掛けた。なお死去に前後して、私立函館図書館は、教育雑誌、実験教授診を含む著作と、市・新い大水に関する急増資料の寄贈を受け、これらを在館文庫の名で、郷土資料に加えている。函館市文化賞の受賞について、 斉藤与一郎は今更言うまでもないその人柄と題し、佐藤を一家のように高く評価している。先生は非常な経営困難と戦いながら30年間、函館の盲話教育に従事し、学校教を荒らしめた功労者ですが、学校が私立から私営、同営となるまで、その苦心は大変なものでした。しかも、自分の教育心情をいささかも曲げず何者にも媚びる。 ことなくその初心を貫いたことは、現在の函館も、老学校の校風に一段の交際を添えたのです。佐藤有弘先生検証会 1995P23 より引用北海道国際交流センターの代表理事である大宗一郎は、佐藤を一家のように高く評価している。佐藤有弘先生は、函館のも、老良校にとっての大功労者であるばかりでなく、 函館市における偉大な教育者、思想家であり、周逸した指導者でもありました。市民意識の啓発、教育に多大の影響を与えていた。先生の訓導を受けて、今もなお教育界、経済界で大きく活躍し、函館市のために貢献している人が多くおられるということは、在官先生の偉大さを称するものと言えよう。 佐藤有宏先生検証会 1995P1 より引用東京滞在時に出版した教育雑誌実験教授指針について教育士屋の石戸や哲夫は実著で教育界の海岸先駆者たちと題し平民者に呼応して教員の社会的海岸に働いたのは漢学の教育学者たちではなく実験教授指針主筆認定佐藤正次郎と 教育実験会主筆、熊川渡辺英一とであったと述べている。上野女学校の退職にあたっては、卒業生たちが総会を開き、同窓会は母校との絶縁を宣言した。また、多くの教え子たちが佐藤の退職に抗議し、恩給会を発足させ、佐藤を死と仰ぎ、その後も長きにわたって、佐藤の教えを受け続けていた。佐藤の晩年には彼女らの子供が、 函館もアインに寄宿し、佐藤と生活を共にしたケースもある。これらのことから、佐藤の影響力、教え子たちに慕われる、佐藤の人間性の魅力を評価する声もある。佐藤の下で主催された研修団体について、函館もアインの生徒であった日本展示図書館、創立者の本間和は、町の真面目な青年たちが先生を慕って集まり、私も、函館の7年間特別に、 君等を受け、大きな影響を受けた忘れられない、大恩人ですと語っている。実際の参加者のうち、茨城大学、明治大学の教授である、桐田直作は、木曜会のことを、言ってみたらとても優しいので安心した。その後、無しゃくし,ゃした時に、先生のお宅でお会いするとすっと気持ちが、爽やかになるので、知らず知らず、足が向くようになりました。箱立文化会会長である、 胸方忠だは、土曜会を、先生は滅多に結論めいたことは言われなかったが、聖書や論語などを引用し、あるいは巧みな比喩で、その行くべき道を示唆してくれた。しまいには、先生の傍らにいるだけで、胸のモヤモヤが拭い去られるような感じさえしたと、語っている。重複障害者として知られる、アメリカの教育家のヘレン・ケラーは、1937年に、訪日して、 箱館もアインを訪問した際、佐藤を単なる教育家でなく、人生におけるノーマルな幸を作る人格者と称えた。なお戦後の1948年、ケラーは二度目の訪日において、佐藤に面会を求めたが、佐藤は戦争の責任の痛感から会見せずに終わった。1999年に、佐藤の肖像画が箱館も学校に寄贈され、 学校設立者であるシャーロット・ドレーパーの肖像画と共に飾られた。この寄贈にあたって当時の校長である鈴木修雄は佐藤先生がいなければ今この学校はなかったかもしれないと語った。佐藤の手話用語については講話を推進していた戦前にあっては後新的なものとして捉えられていたらしく評価は低かった。老和教育において佐藤が執筆した論文も 講和主義者たちからは、目殺に近い扱いを受けていた。箱館老学校も、佐藤が校長を退いた翌日からは、講和教育が実施されている。しかし戦後、佐藤の教え子で、モーアイン教員となった、鈴木忠光の次男、鈴木重忠は、金沢方式と呼ばれる、聴覚障害児への言語指導を実践し、手話を効果的に用いている。この他に、東京、奈良、 三重などの老学校でも幼稚部から手話が導入され、効果を上げている。このことから佐藤らの手話用語の主張は平成期において確実に広がり始めていると見る向きもある。ありがとうございます。